金丸優です。フォーミュラ 3.58 で今テオマーティンモータースポーツでレースさせていただいてます。で、今日はヘレスのサーキットを一周解説させてもらいます。1コーナーに向けてなんですが、ブレーキングを結構遅らせて、で、コーナースピードも上げなきゃいけないので、とりあえず集中して、で、出口はできるだけリアを滑らせないようにします。で、2コーナーは、ブレーキングは結構優しく、で、リアを大切にするっていう意味で、出口も滑らかにアクセルを踏むっていう感じですね。で、それから5コーナーまでは全部全開なんですが、結構 G を感じるので疲れたりもします。で、5コーナーは、タイヤも結構きつくなって滑り出すんですけど、そこを何とか我慢してアクセルをできるだけ全開するのを早くします。して、6コーナーは結構ハードなブレーキングなんですが、リアができるだけ滑らないようにと、あと出口をとりあえず意識して、で、まっすぐにマシンがなるようにします。で、8コーナーは、結構5コーナーと似てるんですが、ブレーキングからアクセルまですごい速いです。で、9コーナーも、映像の通り結構リアが出ちゃうんですけど、そこからできるだけ滑らせないようにしなきゃいけないのがポイントですね。で、試験員は結構シンプルで、ブレーキングと、あとアクセルのコントロールだけでいきます。で、それから最終コーナーまでは全開なんですが、リアが結構滑るので集中しなきゃいけません。で、最終コーナーはまたブレーキングがハードなんですけど、最終コーナーの出口をできるだけまっすぐにして、ストレートに向けてアクセルを踏むっていう感じです。今日はヘレスのホットラップでした。ありがとうございました。